1990年のジャイアンツ打線。1番セカンド尾形浩一、2番ショート河合雅弘、3番センターゴーデンクロマティ、4番レフト原辰徳、5番ライト吉村忠明。9月8日5番ライトでスタメン出場した吉村がサヨナラホームランを放ち、リーグ優勝を決めました。6番サード岡崎香織、7番ファースト駒田紀博、8番キャッチャー村田新一、内野手篠塚俊夫、外野手マイク・ブラウン、外野手西岡義弘。この年選ばれたベストナインとゴールデングラブ賞はご覧の通りです。